悪い奴は大抵武道みたいな卑怯な手を使うんだ。最後に勝つのはいつだって正義だぜ。弱き者は持たざる者、だが強き者はいつか敗れ全てを失う。そう、このグルベーゼ。飛空艇での教習、この男のかなりの戦闘スキルだろう。だがシードならチームの全滅は防げただろう。共闘して大きな敵に立ち向かうなんて熱い展開ね。ダブルメテオなんてすごくかっこいい。憎しみから解放され償いをする。このようなことで許されはしないが、私にできることは共に戦うことだけだった。敵だった相手と組んで真の敵を撃つなんて熱すぎるぜ。よし俺もいいですけどの練習だ。すっごい敵ね。一体どれだけ技を使えるのかしら。それにしても分身の術も使うなんて、エロリマンと親戚？ギルガメッシュってどっか憎めないやつだよな。元は敵だったようだが、こいつとなら仲間になれそうだぜ。ビッグブリッジで待ちを受け、が来た時は涙が出そうだったぜ。燃え上がった人はいい思い出だ。命を落として守りたい仲間か。もし8歳がピンチになったら、いや、あいつなら自力で突破するな。友のため命を捨てる、それが男の生き様よ。この場合は死に様か。でも今俺様は生きてるから生き様でよし。ギルガメッシュ、ライバルのために自爆して道を開くか。大したやつだ。まあ俺の生き方とは全く違うけど。神の力を己の欲望のために解放するなど絶対に許せません。私がその場にいれば止めたものを。ひょひょひょ、あの時のボディの顔ざまみろ。世界を壊せて楽しかったじゃん。神の力の解放、万神と似た存在を制御しようだなんて、人を超えた力をそう簡単に扱えるわけない。心ない天使と裁きの光か。魔道の力は世界を死と絶望で塗りつぶす寸劇、多少は使えそう。いいよ、私の勇姿、これが結果さも真の姿、全てを破壊する神の名にふさわしいだろう。欲に溺れた人間の行き着いた姿、力への飽くなき欲求と神にならぬとあがく執念、見苦しいものだ。クラウド、お前女の子とのデートを何だと思っている。俺なんて彼女を最高の笑顔にしてやったんだ。観覧車に乗ってる時、きっとエアリスは気づいてたんだ。俺が目を背けていた本当の道しか。
い雰囲気。こういう場所でのデートって最高だな。よし、ダガーとの次のデートはここで決まり。あの乗り物、バイクというのね。ドルバードみたいなものかしら。でも、すごく速くて目が回っちゃいそう。死んだビルにあったバイクか。あの時は奴らを待つのに使ったが、久々に乗ってみたかった。召喚獣の芝がどうかしたの？違う？鋼鉄製のバイクか。スノーが喜んで乗りそうだな。どうして？こんなの許せないわ。どんな理由があったとしても村を焼き払うなんて。ああ、忘れるものか。私が真実を知ったときだ。今はこの炎は祝福の灯火。ああ、喜んでいた。星を壊そうとした英雄？どうかな。プレッシャーに負けた弱いやつだと思うな。人間ごときが図に乗るでない。死の世界、聖者の世界、つまりは星を支配するのはこの冥王ネルゲルよ。星に選ばれし者か。僕たちは神に選ばれし者だぞ。まさか。星に選ばれし者、古代史の唯一の生き残りである俺を適切に表現した。これ以外の者は消滅あるのみ。いつか私も世界が平和になったら恋したりするのかな。なんだか言ってて恥ずかしくなってきちゃった。今すぐこの展示物を撤去するんだ。拒むなら戦闘行動に移らせてもらう。さあ急げ。したくない。この時はそんな思いしかなかったが、自分の取った行動が正しかったと俺は信じてる。めでたしめでたしかな。これから何があっても二人で手を取り合い生きていけたら本当に素敵だね。エキスラスクーだなんてジタンちゃんブラボーよ。死のお手本のような慈悲深い行動だわ。俺にはわからない。敵は敵でしかない。だが戦いを通じて時に友情めいた絆が生まれる。それを知っている。今でも覚えてるよ。この時初めてちゃんと兄弟として話せた気がするんだ。
俺の思いが伝わったみたいだ。大変な時なのにとっても素敵な笑顔ね。私もお城から出た時すっごく嬉しかったわ。うわー、ぶっつけ本番でよく飛ぶわね。私はごめんよ、逃げるならルーラでとっとと解散するわ。この時が新しい旅の始まりだったな。あなた様を誘拐させていただきます。思いっきり気持ちよく言っちまったぜ。異界送り、ユーナさんがいれば、トーマ兄さんももっと早く大魔王の呪縛から解放できたのかしら。島が真に襲われ、亡くなった人たち。もっと、召喚士として私が強かったら守れたかもしれない。それが、悔しかった。亡くなった人の魂を弔う儀式か。異界に眠る人々の魂は、いつの日か目覚めて、希望を胸に生まれ変われるだろうか。辛い出来事も好きな方がいれば乗り越えられる。私もあの方がいてくれたから。一体何を見せられてるんだ。感想？よそでやってくれだな。ユーナが目の前で泣き出した時、俺頭が真っ白になって、どうしていいか全然って何言わせるっすか。焚き火を囲んで仲間と語る。俺も同じことをしたが、あれが最後にならなくて本当よかったぜ。俺が最後か。戦い続ける日々の中で、何度そう思ったかわからない。旅の終わりにユーナはいなくなる。助ける方法がわからないのか、夕日を眺めていた。これが最後だなんて、思いたくなかった。なんで男っていつも勝手にいなくなるのかしら。残される方の身にも立ってみなさいよ。バカ。君に伝えたいことがたくさんあったんだ。でも胸がいっぱいで、言えたのはたった一言だけ。別れは覚悟してた。でも暗いのは苦手。笑って消えたかった。けど、ダメだった。笑顔の練習、もっとやっとけばよかった。誰が主人公かなんてどうだっていい。それより重要なのは、盗んだ宝の中に最強の剣があるかどうかだ。残念でした。獲物が早い者勝ちってのは盗賊の結束だろ。あんたにしては爪が甘かったじゃん。誰もがそれぞれ物語の主人公だが、信念を貫かないと脇役で終わるのさ。どうだ、あんたは主人公になれてるか。
仲間など所詮は弱者のあれだ。だが英雄が勇者に力を与えるのは事実。絆の力というのは実に目障りだ。フランとシュトラルは俺の翼みたいなもんだ。愛すればいればどんな空だって自由に飛べるのさ。相棒か。信頼できる仲間はいいものだな。時にはお互いぶつかり合うことで絆を深めてくれる。いい言葉ね。私もいつも前を見るようにしてるわ。でもそれって仲間がいるからできるのよ。この二人みたいにね。うん、いい言葉だな。よし、俺はもう迷わねえ。地剣の狭間で迷子になっても前だけ見て突っ走るぜ。私がスノーを認めた。そうだな。何度倒れても立ち上がる諦めの悪い性格は時々鬱陶しいが、そう嫌いでもない。仲間のみんなを頼らないって辛い戦いよね。ラグニム様、本当は優しいからそんな選択したのね。己の力だけ信じて暴走し続ければ僕人みたいに神にもなれたのに。つまんない。あの時の私は誰も信じていなかった。他人に頼るのが弱さで、弱いと妹を救えない、一人で戦うしかないと思い込んでいた。長く厳しい戦いが終わったんですね。それなら私のやべやべ祝勝会はどうですか。皆さんのご利用お待ちしております。なんだこの騒ぎ、祭りでも始まったな。帝国の暴挙。そうだ、それはよかった。思い出すわ。帝国軍の戦いの後、各国の名手によって第二の冷戦が終焉、神聖エオルゼアが誕生した瞬間ね。これで遠くの人と話せるんですか。ぜひ、立派の宿屋に置かせてください。おいくらですか？ああ、PHA さん。俺もよく使う。遠くの奴を呼んだり、報告したり。何でも屋もこれがないと難しい。リンクパールは、遠距離の人への連絡手段として、一番適しているの。私もよくこれで連絡を取ってるわ。